よし、オッケー。どうも皆様、いかがお過ごしでしょうか。やばい、前髪が ほんまにほんまに。ちょっと待っててね、あれ持ってきます、お水を。嘘でした、今夜はお茶でした。ふう、いや、なんか昨日さ、秋元さんのさ、新しいドラマあるじゃないですか。赤いナースコールでしたっけ？あれさ、昨日深夜にさ、めっちゃ真っ暗な部屋でさ、一人でさ、もうめっちゃリビングで暗い中で一人でこうやって見ながら、つけながら、こう、スマホいじりながら見てたら、めっちゃ普通に怖くて見れなかった。だから、でも全然話入ってこなくて、なんか怖すぎて普通に。なんか真っ暗な部屋で見たら、なんか普通に怖くなってきちゃって。面白かったですか？なんか全然話入ってこなくて怖いから、今度なんか親がいる時とかの日中とかに見ようと思って、明るいとこで見ようと思って。見てないんですけど、おもろかったですか？ああ、めくれない。なんか今日さ、すごい変な音とかめっちゃ家からして、本当に怖かった、マジで。なんか、すごい変な機械音みたいな、ピコピコピンみたいな音とか すごい何回か家から鳴ってきて、何の音と思いながら、でも怖すぎて見れなかった、マジで。なんか謎の機械音がね、今日は鳴り響いてました、我が家。怖かった、マジで。でもなんか今日すごい怖い、なんか何でも怖く反応しちゃう日で、だから今日めちゃくちゃ宅急便家めっちゃ鳴ってたんだけど、無視してしまった、ごめんねと思いながら。ごめん、前髪ずっといじってて、いや、前髪切りに行かなきゃってすごい思ってるの。思ってるんだ。てか髪も切りに行きたいから、行きたいんだけど、予約するのめんどくさいなと思って もうなんか1000円カットとか行こうかな、もう。なんなら1000円カットとかだとさ、こう事務的な対応で終わるじゃないですか、ポン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 って。多分便利そうだよね。あとヘッドスパ気持ちいいらしくない？1000円。そんなことない？カラー入れたことないです。でも入れてみたいです、普通に。入れてみたいけど、まあ今は入れないかなという感じ。でも本当になんかこう、もう自分がショートカットになることなんて想像もつかなかったんですけど、やっぱ切ってみなきゃわからないことというか、切ってみてこう身に染みることとかあるから、なんかすごい変な色とかにしてみたいですけどね、なんか。でも茶色とかでもとりあえず手っ取り早くしてみたいけど。でも私さ、髪切ってからね、マジで、髪明るくね、入れたって、染めたってめっちゃ言われるの。なんでだろう。なんかさ、でもさ、理論的にはさ、毛先の方がさ、傷むじゃないですか。だから毛先の方がきっと茶色かったはずなんですよ、私。だから、なんか毛先切ったから、どっちかと言ったら暗くなるはずなのに、なんで私これ切ったら明るいって言われるんだろうと思いながら。
思議じゃない？生まれてこの方染めたことないです。なんかどういう理論で明るいって思われてるんだろうと思って、なんか普通はさ、根元よりもさ、毛先の方がやっぱ熱とかのダメージとか紫外線のダメージでこう色抜けてくじゃないですか。焼け落ちるから普通毛先が明るいんですよ。でも確かにロングの時にこうやって毛先持ってこうやってやったら全然色違うの、この毛先の部分と、ここでこっちの方が明るくてもうめっちゃ茶色っぽい感じで、ここはまだちょっと黒っぽい感じなんですよ。なんだけど、もう切ったらめっちゃいろんな大人の人とかに「あれ染めました？なんか染めた？」みたいな、「切って染めた？」ってめっちゃ言われる。不思議。ま、もうぶっちゃけマジレスすると多分この顔におけるこの黒の、この髪の割合の面積が減ったから、でもこの白の方に引っ張られて、その脳内が。この顔の肌色の明るい色の方に引っ張られて、相対的に明るく見えるんだと思います、こっちの髪、黒色も多分。だから明るく見えるのかなと思っております。知りませんが。そんな風に思っております。考察。どうなんだろう、分かんない。ここのライトじゃ分かんないや、色味。 黒いのか焼けてるのか。でもなんかありますよね、そういうなんかさ、黒に白い丸と、あ、なんかし、あ、え なんかこうかぶせてグレーにするやつあるじゃないですか。黒が多めの白とかぶせてグレーにするのと、白が多めの黒にかぶせてグレーにするのだと、同じグレーなのに色の濃さが変わりますみたいなやつあるじゃないですか。多分あの理論ですよね、結局のところ多分。なんかどういう形で重ねてグレーにさせたかちょっと覚えてないけど、なんかで、白が大きめの時のグレーは明るく見えるし、黒が大きめの時の白重ねたグレーは濃く見えますみたいな。最近ハマっているもの？ありそうな、なさそうな。 なんかあった気がするけど、なんだろうな。天ぷらかな。 あ、どっちだっけ？天ぷら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 ？ん？どっちだっけ？天ぷらかな？多分天ぷら。あん、散々あんだけやったのに忘れたもん。天ぷら。 どっちだろう。あとは何だろう、最近ハマってること。なんやろな。
ちょっと、配信してますので。こんばんは。まあでもないかな、最近ハマってることなんかいつの間にか一日終わってしまうっていう、そんな感じ最近。うん、そんな感じかしら。なんて悲しい。なんか一日って意外と短いですよね。本当にびっくりしちゃうわ。あ、でも正反対な君と僕ですね。やっぱハマってるもの、ハマってはないけど、最新話もとても良かったです。可愛い、みんな可愛い。なんか調べ事とかしたらめっちゃ秒速で過ぎてく一日って、本当に怖い。恐ろしい。こんばんは。正反対な君と僕はね、ドラマじゃなくて漫画、週刊少年ジャンププラス、違う、ジャンププラス、週刊少年つかないか多分、ジャンププラスっていうアプリで読めます。あ、でもアプリ入れなくてもブラウザで読めます。アプリ入れたら初回無料で読めます、未公開の話も。あ、ドラマで言ったらね、なんだっけあれ、昨日やってたやつ、裁判官みたいなやつ、なんだっけ、法廷の罪人みたいな、違う、絶対違う、協定の競争の番人だあれをそれこそ昨日2回ぐらい夜中にかけたんだけど、ちょっと片手間で調べ事をしてたら全然入ってこなかったから、また今度見ようと思って。面白そうだった。でもなんか雰囲気は、でも今期の楽しみなドラマ全然まだ始まってないんだよな。本当に遅い始まりがすごい。そういえばコナンとワンピース対談するんだってね。いや、コナンとワンピースは対談しないんですけど、青山先生と小田先生対談するんだってね。めっちゃ楽しみ、早く見たい。ジャンでもあれ、ジャンプとサンデーに掲載されるんでしたっけ。久々にジャンプ買うか。すごい、めちゃくちゃ楽しみ。ワンピースね、読んでない。でも11日からだよね、確か私の読まなきゃいけないとこ。だから昨日から、昨日からなんですよね、確か私が読むところって。知ってるんです私。あ、始まったなって昨日実は思ってましたよ、ちゃんと。始まったなと思ってたんですけど、まだちょっと読んでないです。いつまでですか、私が読まなきゃいけないシーンの公開。いつまで ?11 日から。2週間ぐらい、そんなない。もうみんなだより、調べろよそれくらいっていう。ジャンププラスでやってんのかな、見るわ。ちょっとあの、一回黙ってもらっていいですか、本当に。喋ってるじゃん。
高校生家族はね1話だけ読んだ。え、そう、マッシュルアニメ化なのもちょっとびっくりしている。嬉しい。どうやって調べ、あ、これか、92巻分、7月24まで。あー、余裕ですよ、余裕、まだいける、まだいけます。200話か、頑張ろう、頑張って読みます。面白いからすぐ、あ、本当に？いや、そうなの、なんかワンピースと書き込み量エグすぎるから本当全然読めないんだよな。なんかその点で言うとコナンもセリフ量多すぎて読めないんだけど、いつもコナンはセリフもうバンバン飛ばして読んじゃうんだよね最低な読み方、最低な読み方すぎる本当に。でもコナンマジで小説を読んでいるのかなと時たま思うことがあるぐらいセリフ量が長い。高校生家族一話切りですか、一話切りしました最低。いや、面白いなと思ったんだけど、うん、なんだろう、なんか自分に合わない、なんか、だから最近のね、それこそ PPPPP もう面白いよって見たから、無料で2巻無料みたいな感じだったからこの間読んだんだけど、違うなと思った。すごい。でも高校生家族もそのなんかめっちゃ褒めてた、知り合いが。だから読んだでもすごいんだろうなって、でもなんかすごいんだろうなっていうのは思った。なんかその漫画の作り方として上手だなっていうのはすごい思いました。まあ確かに、なんかワールドトリガーと似た雰囲気を感じますよね、ああいう系の漫画。ワールドトリガーも私1話読んだだけだったら絶対ハマんないもんと思ったもん。ダンスダンスダンスール、知らない。え、あの推ししか勝たんみたいなやつは何なの、あれあれおもろいのかな。でもなんか私ディズニーが推ししか勝たんって使うのちょっと解釈の不一致だなと思った。すごい、ダンスダンスダンスール、あー、これ知ってる知ってる、これディズニープラスでやってんの、そうなの。なんかこれ漫画1巻ぐらい読んだ気がしますよ、昔、覚えてないけど。でもこれあれだよね、なんかさ、バレーじゃないけど何でしたっけ、なんかそういう系の社交ダンスみたいな、そういう系のダンスだよね確か。男子バレー、あー、そう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 、バレーなんですよね。そう、畑がねちょっと違うんですよ。そう、そうなんです。好きな化粧品ブランド、いろいろある。なんかでもここを信頼してるってよりかはここのこれがいいとか。あ、でもなんかそれで言ったらないかも。まあでも基礎化粧品の高いやつは基本的に信用してます。でもなんかすごい絶対これがここのこれここが好きみたいなのがあんまないかも。なんかアイシャドウの粉質がここは信用できるなみたいな、好きだなみたいなとか、なんかマスカラはこれここがいいなみたいなとか、それぞれ分かれてるかも。アニメがディズニープラスで放送されてるってこと？
それこそでもボールルームへようこそでしたっけ、んボールルームによろしく、どっちだっけ、ようこそよろしく。ボールルームはね途中まで読んでましたよ。3、4巻ぐらいまで読んでた。でもそう面白いなと思ったんだけど、やっぱあれも社交ダンスだから話がやっぱ畑しちゃうなと思いながら、ようこそか、ボールルームへようこそは読んでた途中まで。多分何巻か家にまだあります。全然覚えてないな。なんかねやっぱねバレエ、ジャズ、社交ダンス、フラメンコ系はねやっぱ畑違いますね。でもゴリゴリのヒップホップもちょっと畑はまた違うのよ。やはり似てたけど、私はヒップホップ出身の人間だから、それこそ何でしたっけ、ダンス、ダンスなんだっけ、ワンダンス、そうそう、ワンダンスはちょっと畑近かったけど、なんかやっぱちょっと違う、なんかああいうストリートヒップ、ストリート系じゃないから、私のヒップホップストリートはまたちょっとちゃうなと思いながら、怖い、やっぱストリートの皆様は怖いスポーツ、私スポーツはやってないですダンスしかやってない。でも私あのドッジボールの逃げるのは得意。クリーピーナッツ、いや分かんない、クリーピーナッツさんはそんな詳しくないから。私クリーピーナッツさんのそのストリートの方のクリーピーナッツさんに詳しくない。お笑いの方のクリーピーナッツさんというかタレントとしてのお二人しか知らないので、私はわかりませんが、運動神経良さそう。あ、こんばんは、初見さん、どうもいらっしゃいませ、嬉しい。運動神経でもね、フォーム、そう、あのね、あとね、あれです、バタフライ、ドルフィンキック、ドルフィンキックだけは負けない、多分泳げないけどドルフィンキックだけは多分誰にも負けません。いや嘘かも、誰にもは嘘。でももうできないかも、踊ってないしプールもやってないから、もう10メートルしか泳げないしバタフライなんか持ってんの方ができないけど、ドルフィンキックだけは先生に褒められた。あとなんだっけ、レイアップシュートのフォームだけは褒められた。マジで折り紙サークルの折り紙サークル設定の美容室は最近行ってない。でも多分もう折り紙サークル設定の担当の人多分忘れてる。もう多分2年ぐらいついてない気がする。嘘かもしれない、それはさすがに1年ぐらいついてないかも。もうなんか毎回そこの折り紙サークル設定の美容室毎回担当の人変わるんですよ、指名しないから。私がだから毎回違う人なんだけど、なんか2人くらいには折り紙サークルって設定で言ってるんですよ。でもどの人とどの人に折り紙サークルって言ってるか分かんないから、ちょっと分かんないっす。ドルフィンキックはなんかね、ダンスのステップというか、そのダンスのこのアイソレーションに似てるからできる。だからアリエルの役が来ても大丈夫、私は。アリエルの役が来ても大丈夫、私。嘘ついてるの。うん、そう、なんか、大学生ですかって言われて、あ、そうですって言って、なんか大学1年生の頃にね、そう。大学1年の年になるとサークルどこですかって聞かれるじゃないですか。だから
あ、折り紙サークルで幽霊部員やってますって言ってる。あ、そう、美容室でね。いや、多分その美容室はね、カルテに記入されてない。でも整体にはもうカルテに記入された、ダンスやってるって。困った、本当に。ハーネスつけて。え、でも私あのさ、下向いてさ、こうやってやるじゃん、あれってさ、なんかさ、この状態で飛ぶんじゃなくてさ、こう、この状態でさ、飛ぶじゃん。めっちゃ頭に血のぼりそうじゃない、あれ。あれできるかな、すごい。いや、できるかなって別にオファー来ないけど、絶対に。あれすごいなって本当に思う、いつも。めっちゃ血のぼりそうと思った、頭に。折り紙サークルって深掘りされるの？いや、なんかちょうどいいかなみたいな折り紙サークルがありそうじゃない？だって知らないけど、大学行ったことないから知らないけど、ないんかな。でもなんかさ、よくさ、折り紙、折り剣の学祭とか行ったら折り剣の展示みたいない？絶対。なんかスポーツできないから、なんかでも下手にさ、ダンスサークルとか行っちゃったら、ダンスサークルってめっちゃ深夜練習するじゃん。だから深夜練とかやるんですかとか言われたら、私めんどいなと思って。え、嘘、折り紙サークルってあるんじゃないの？ なんか私が行ってた、なんか学祭行くじゃん、高校生になったら。折り紙サークルってあった気がするけどな。ないんかな。なんかすごい、なんか複雑なさ、恐竜とか折るやつ。もう折り紙の範囲越してるやつ。なんかあの画用紙で折るみたいな。そう。ないの？ああ、そう、竜とか竜とか、そう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 、なんかカメムシとか、あとカメムシ、いや、カメムシに近しいフォルムの、もうなんかカメムシカレー カブトムシとか、そこら辺全部一緒に見えるからな、形あるよね。そうだよね。でもなんかさ、あれなんかな、なんかあのテレビチャンピオンとかでやり始めてから増えたのかな。なんか昔は確かにそんななさそうだよね。なんかテレビチャンピオンとかでなんか知名度上がったイメージ、折り紙サークルって。だからここ10年ぐらいの話なのかな、折り紙サークル。どうなんでしょうか。ふう、まあ私は折り紙そんな折ったことないんですけど、折り紙なんて、もう多分保育園ぐらいが最後。いや、嘘嘘、なんか鶴とかは折るか、学校で。鶴ぐらいしか折ったことないな。アイドルやってますは言わないよ。え、言う人いないでしょ、普通に多分。自らアイドルやってますって言う人いないと思う、多分だけど。わかんない。やってる、言う人もいいのかな。え、どこに行ったかはもう覚えてない。てか、もういっぱい行った気がする。なんかいっぱい行かされせられた気がする、普通に。なんか高2で行って、高3で行ってみたいなさ、なんかさ、高 1？ なんかいっぱいやらない？ああいうのって。わかんないけど。いやー、バレないよ。そんなバレない。てか、バレてても向こうも言ってこない気がする。一回だけ言われたけど、多分言わないと思う、普通に。
でもそんな知らないよ、きっと。だって全然疑われずに大学生どんな感じなんですかってめっちゃ言われるもん。それ大学何部なんです、なんかな、何学科ですかとかめっちゃ普通に聞かれるし。サークル入ってない？確かに無所属もね思ったんですけど、なんかでもさ、無所属って言っちゃうとさ、サークル以外のこと聞かれるじゃん。 じゃあどうやって友達とかどうやってできました？とか言われるじゃん。なんかその方が面倒いなと思って、だから一応折り紙サークル入ったんですけど、もう今全然行ってないですみたいな、なんかノリで友達と入ったんですけど、なんか行かなくなっちゃいましたぐらいがちょうどいいんですよ、多分だけど。とか言って、どうしよう、これですごい、それを真に受けて、誰かがここを聞いてくれてた、誰かが折り紙サークルの幽霊部員って言ったらいいのかって思って、本当に言ってめちゃくちゃ深掘られたらどうしよう。今んとこそんな深掘られないですよ、幽霊部員って言ったら。幽霊部員結局ね、幽霊部員が勝ち。だからなんか聞かれても、幽霊部員なんで分かんないんですって言うから。なんか普通にでっかい紙画用紙みたいなので、なんか難しいの折ったりしてるんですけど、なんか私たちは全然なんか初回のなんかだべってただけでみたいな、なんか一応紙持ちながらだべってたんですけど、私たちは全然折れないんですみたいな感じで言ったら、なんか向こうもさ、なんか折り紙のさ、知識の限界量あんじゃん。そう、なんかそう、下手にさ、こうなんかありがちなサークル言っちゃうと、もう知識量があったりするから、みんな。だから折り紙サークルってのはね、このね、相手の知識量と自分の知識量が似てるので合致するでしょ？だからおすすめよ。でももう私は就活どうなったんですかって、こないだ整体行った時に、だからさ、就活どうなんですかって言って、ぼちぼちですって言ったら、今度いい知らせ聞かせてくださいねって言われて、もう絶望してる、もういけないんだけど、あの整体どうしたらいい？就職浪人しましたって言おうかな。なんか適当に事務職に受かりましたって言えばいいかな。もうそれからまだ一回も行ってないんですけど、本当に困った。マジ就活、マジで大学3年生で浪人しましたって言えばよかった。私本当に失敗した、マジで。浪人しちゃったんですって言っとけばよかったよー、確実に。でもこの間絶対行ったの、だってもう4月以降だもんね。無理だ、もう。もう今更撤回はできない。6月だ、もうダメだ。次行った時はもう内定を取っているという体で行かなきゃいけない、マジで。でもあれですよ、整体では折り紙サークルって言ってないから大丈夫、ダンスって言ってるから。普通にダンスやってますって、ダンス普通に習いに、しかもサークルじゃなくて習いに行ってますって言ってるから大丈夫。マジでどうしよう、なんか普通に OL やりますって言えばいいかな。 きつい、マジで。もうどのサロンに行ってもさ、就活なんだと思ったら、もう就活どうでしたかって言われるんだなと思ったら、もうきつい。今後。
初手で聞かれるから、就活系ってそんな初手から寝ないでしょ普通に。みんな初手から寝るの、寝るふりの人って。もうなんか、あ、じゃあこちらの席どうぞって言って座るじゃん。で、あ、本日担当しますなんとかです、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、本日どんな感じにされますか。あ、こんな感じで切ってもらって、あ、よろしくお願いします。え、学生さんですかのぐらいのスピード感で言ってこないあの人たちって。てか、あとね、そう、整体は寝れない。そして実は整体って結構向きを変えろって言われるから、実は整体って向きを変えろって言われるんです。知ってました皆さん。はい、じゃあちょっと右を向いてくださいとか普通に言われる。いや、難しい。あ、就活のこと聞かれたら暗い顔して、あ、それは聞かないでください。できるかな。あ、こんばんは、初見の方どうも。大学院、大学院とか絶対学科聞かれるよね。だってむずいな本当に。そう、整体の人は担当なの、毎回その人なのよ。待って、私ね2個言ってるんだよね整体。待って、どっちがどっちだっけな。どっちの人に私、どっちの人に私次やったらいい報告待ってますよって言われたのかな。ダメだもん、記憶混同してるマジで。2個言ってるんですよね。でカルテにダンスって書かれてるのは6月に行った方なんですよ。でもいい報告期待してますよの方はもしかしたらもう1個の方かな。あ、全然覚えてない。どっちで言われたんだろう。もうダメだ、全然覚えてないや。あー、わからない、どっちだろう。でももう一個の方だったら1月に行ったんですよ、最後に行ったのが。だから、あ、浪人しましたでいける。あの、浪人ってだって1月じゃ分かってないよね、まだ。まだ分かってないね、浪人するのって。そうだよね。浪人じゃない、留年間違えた。留年って1月じゃ分かってないよね。分かるのかな。整体師の方、おじさんです。留年って1月じゃ分かる。大学3年生の留年3月だよね。そうだよね。じゃあ1月にまだ言ってないっていうのはセーフだよね。あ、だから今度もし何回聞かれたら、あ、留年しましたって言えばいいか。もう一個の方は、あ、大学3年生留年しちゃってはははは、って言ったらいいかな。確かに再来年どうするのっていうの、本当にそれはそう。うわぁ、あー、一回大学浪人してるので、あ、それありかも。1年生で実は浪人して、あ、浪人じゃなくて留年してましたってことにしたらいくない、これ。どう、あ、留年しちゃった、あ、でもてか、なんか留年しましたじゃない、あ、留年しちゃっててみたいな。大学一回留年しちゃって、なんでまだ来年なんです。どうこれ、いけない、こうなんか軽く言うっていう。結局3年生で留年があるのか分かんないけど、まあ普通にもうやばい子っていう設定で、もうやばいから、あ、でもやばいとなんか気にかけてくださる方、逆に「大丈夫?」みたいな「大丈夫?」みたいな
やめよ、もう何も考えない毒、本当に。もうてか普通にもうジム決まりましたっていうのが一番楽か。でもジム決まりましたとか言っちゃったらさ、あパソコン仕事大変でしょとか言われてさ、なんか手残りとか言われるんだけど、いやこの手残りはパソコンじゃなくてスマホのいじりすぎなんですとか思いながらいつも。え、でも手残りとさ、うん、スマホのいじりすぎ残りとパソコン残りって一緒なんかな。それだったらまあもうパソコン残りですってことにしちゃおうかな、もう今後。難しいわ、ほんまにこれ難しい問題。就活やめたんです、強すぎる。就活やめたんですのなんか強者感半端ないな、すごい。やめた？やめた？かっけえわそれ。就活やめたんです、かっけえな、ちょっとありかもしれない。さすがにかっけえよそれは。まあそうだよね、事務職ですっていうのが一番無難かな。え、みんな結構さ、言うけどさ、マジでね、自分から芸能系の仕事してるんですっていうやつやばいよ、普通に。普通にこいつやばいなって思うよ、普通に。多分だけど。なんかすごい長通ってるんだったら、てかなんか普通にその気づかれるぐらい長通ってるんだったら言ってもいいと思うけど、気づかれないぐらいのレベルで自分から言うの普通にやばいと思います、私は。みんな結構なんか言った方がいいみたいな感じのコメント多いけど、割と自分から言うのやばいよね結構。うん、専業主婦になりました。やばい、どうしよう、いろんな案が。まあでも事務職が最適かな今んとこ。スマホ残りもこれで PC 残りなんですって言えるし。いや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 、これは多分私がおかしいとかじゃなくて、絶対世の中的にそうだから、マジで。私が謙虚とかじゃなくて、絶対世の中的にそう。しかも自分から言ってさ、住所晒してるしね、向こうに。やばすぎですよ、自ら告白するの。普通に よし、じゃあそろそろ見よっかな、続き、昨日の。あー、自宅警備員かな、やっぱ。なんならメール、メアドと電話番号も書いちゃってるからさ、難しいよね、そういうの。うん。では第7話ですね。ふう。ストレンジャーシングスシーズン4第7話見ていきたいと思います。昨日のあらすじとしては、お母さんと博士じゃない探偵、生きてたあの飛行機事故から生きていた、そしてユーリさんをうまくこう引き連れ、警察
カムチャッカに侵入しようという計画を立てている。そして子供たちは何だっけ、あ、青年4人組は湖の中に落ちて、落ちてとか探しに行って、ゲート4の7、キッズ3人はダスティン、ルーカス、マックスは警察に捕まりそうで、スージーちゃんに会ってベクナを目指していると。ベクナじゃないわ、なんだっけ、どっか目指してる、なんだっけ名前忘れたけど、ネバダだ、ネバダ。よし、それでは行きましょう。4の7。残り1時間40分43秒のところから、皆さんご準備よろしいでしょうか。なんか熱くなってきた、喋ってたら。すごい不思議ね。それでは行きたいと思います。残り1時間40分43秒よーいスタート。トゥルン、ホーキンス研究所の虐殺。ああ、そうだそうだ、この人なんか吸血されてた、吸血。でもいつもこの人の名前が思い出せない。エディじゃない方。すごい、エディもちゃんとあそこ入れたんだ。すごい、なんかハリーポッター味がすごい。あ、スティーブ、ダメだ、スティーブマジで名前が覚えれん、ごめんごめんな、スティーブ。地獄へ落ちろ、 Go to hell。 すごい、めっちゃ吐血してる、大丈夫？500g くらい500g ぐらいかじられたかな。なんか人生で1回ぐらい言いたいですね。 500g ぐらいかじられたかな。確かに、なんかヤバいフラグは確かに立ってるけど、多分スティーブくんは人気だから死なないと思う。知らないけど、え？かわいい、マックスちゃん。でもなんか暗いからさ、結構ずっと全然見えないですね。
トゥルルルルルルル。ふふ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 ててて肩痛い。うわ、そういえばこんな人たちもいたわ。デモゴルゴンと戦った。違う、 SP だった、間違えた。例えばデモゴルゴンと戦う勢もいましたね。これ何、どういうこと、なんでロッカーの中であんな血だらけになるわけ。この軍が何の軍なのかもわからないし、母親たちもいるのか。そしてあと高校生の皆様、バスケチームの皆様、いっぱいですね出演者が。あー、イレブンちゃんのことも忘れてた。そうだそうだ、いましたいました、いっぱい、まだまだ。ふう、やっぱ髪伸びたな普通に。なんかね、後ろがちょっとね跳ねるようになってきたんですよ。見えないか、さすがに。ここが、ここがね跳ねる、ちょっと。上等だな。あと3話ででもシーズン4一旦終了するんですもんね。どうなることやら。でもなんかすごいブルーライト浴びすぎてなんか頭おかしくなってきた。よく言うぜ。散々な仕打ちをしといてそんなことを言うから信じきれないんですよ。
痛い、注射痛い、もう もう私本当に注射苦手、無理だ、痛い。なんか初期だったら全然気にしてなかったんだけど、もうなんか全部痛く感じるようになってきた。ね、しかもあの針めっちゃ痛そう、なんか形のせい。泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギス。違うか。ダスティン君ボロボロすぎて。そうだ、今日さ字幕で見ようと思ってたんだった。あ、こんばんは。かわいそうマックスちゃん。でも普通に日本語音声で見ちゃってる。明日こそ字幕で見ます、宣言。うわ、狂犬病が。痛い。もう見ないようにしよう。もう痛そうなシーン全部見ないようにしとく。あー、痛い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 、なんか暗いことがすごいありがたく感じてきた。赤かったら痛い、これ絶対。
こんばんは。こんばんは。痛いシーン終わったかな？ ナンシーといい感じじゃん。スティーブ、あ、思い出した。いや、本当覚えれない、スティーブだけ。そしたら覚えれるかな。絶対踏むでしょ。絶対踏むでしょ。絶対フラグでしょ。え、わかんない。どうだろう。踏まなかったー そこまでアホじゃなかった、エディ。何？あ、こんばんは。すごい、どんどんなんか、ハリー・ポッター味が増してきた。ハリー・ポッターも私ちゃんと見てないんだよな。最後あと3本まだ見てないんですよね。どういうこと？ここで燃やすってこと？ハリー・ポッターは今見てないけど、ハリー・ポッターはね、どこまで見たかって言ったら、不死鳥の騎士団までは見た。まあ、あと残り、プリンスと死の秘宝、ワン・ツーは見てない。ワン・ツー。好きなんだ。大好き大好き、マジ大好き。好きなんだ。わあ、めっちゃクッキングパパ読みたい クッキングパパ読みたくなる、この人見てると。ホッパー？
なんかちょうどさ、ちょうどこの柵ぴったりすぎてかわいい、なんか ぴったり こんばんは。マジでみんなもう揃いに揃って鼻が高すぎて羨ましい。でも一回誰かさ、鼻高くない人出たよね、どっかで。あ、この人鼻高くないと思ったんだよな。なんだっけ、誰だっけな。シーズン2ぐらいです。2か3ぐらいで。怖ーい。バレない？びっくりした。拳銃突きつけられたのかと思った。怖い怖い怖い。マジで普通にこれ。だってもう普通に死ぬでしょ？怖すぎるんだけど、もう。なんかもう何でしたっけ？探偵にだけは生き残ってほしい。探偵さんにだけは生き残ってほしい。でもお母さんも多分生き残らないと物語的に困るから、2人は生き残ってほしい。こんばんは。あー、そしてこの怖いなと思っていたところでイレブンちゃん。2回のくしゃみって何ですか？悪い噂？なんか悪い噂だった気がする、2回って。イレブン？鉄の厚い棒でジュージューやられてた、おやおや少年じゃないの、あれ。おやおや少年じゃなかったってこと、鉄の厚い棒は。少年というか青年。
まさかのアムピー？アムピーになっちゃった。アムピーになったやつが。こんばんは。え、どういうこと？ドン引き。これでイレブンに信じてとか言ってんのやばすぎでしょ、普通に。終わってるな、ほんまに。最悪すぎ。もう首に電流が流れるのってさ、どんくらい痛いんだろう。手とかじゃないですか、そういうのって基本的に。メタルだ。確かにこいつ実家太いんだった、スティーブ。忘れてたよ、実家がお金持ちなこと。君が大事だよな。てかロビンちゃんとナンシーどこ行ったん？いた。もっとシャキシャキ進め、男も。分断しちゃうだろうが。真実の愛だ。なんでさ、やっぱ海外はさ、真実の愛がさ、こう定番なのか。なんかディズニーとかもよく言うじゃん、真実の愛ねみたいな。やっぱ文化の違いなんですかね、こういうのは。
バレてなかった。でも全然聞こえんかった。絶対聞こえてない、こんな大声で言ってたら。え、だからなんでビルくんちに開かれたのと同じじゃない？その質問。なぜビルくんちに開かれてたわけ？かわいいエリカ、興味津々。私も分かんなかった。ありがとう、エリカ。あれでももう説明は聞けない。私に対、私は。ベクナがゲートを開けちゃうというわけ？じゃあ、ウィル君ちもベクナでが開いたってことで、解決しちゃってよろしいのでしょうか？お疲れ様です。どこ？あ、小屋か。ゲート裏の小屋。すごーい、ダスティに。これじゃあ、あの人の家ってこと？なんだっけ、ナンシーとマイク。
おお、全く覚えてなかった。バーバラちゃんが死んだ日ってこと？そんなことない？違った。かわいい、ロビンちゃんかわいい。私一時期このエリカのこのくるん前髪さ、憧れてたんだよね。じゃあ、ウィル君はさ、ずっとこんなところで一人でいたってこと？シーズン1の時。なんて怖いの？ごめんなさい、時間。大丈夫。今ね、残り1時間2分57秒。56秒、55秒、54秒のところです。すごい。映えシーンですね、映えシーン。来た、モールス信号。かわいいエリカ。解釈の一だわ。エリカが気づくの。なんかドラゴンボールみたいなさ。髪留め懐かしくない？なんかちっちゃい頃ってああいう髪留め使うよね。 すごい、ダスティンが読んじゃうの、しかも。いいシーンですね。やっぱバカだったよ。
絶対やばいよ。絶対やばいよ。絶対やばいですよ。もう絶対に、もう絶対にやばい。絶対にやばい。言い切れる。恐ろしや。怖い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 。ダメだ、見れない、もう怖すぎるマジで。いやすぎる。だってこんな一人さ、一人こう拳銃を突きつけたところでさ、周りの人に即死じゃない？怖い。絶対墓穴掘らない？これ。怖い。バレとるやん。ダメだ、マジで心臓持たない、ここのシーン。もうダメ、もう怖いよー、ずっと怖いよー。でもさ、絶対さ、お酒盗んだからさ、もうデモゴルゴンと戦うシーンは普通に映えるからやると思うんだけど、違うんかな。おお、やばい。なんか私昔さ、こういうさ、なんか漫画、中国皇帝がこう愉快に楽しむみたいなさ、そういう漫画昔読んでも結構トラウマなんだけど、こういうの。なんかもう古のなんか、そのなんか海外の皇帝がこういうの楽しむみたいな漫画を昔読んじゃってさ、小学生の時に。普通に嫌、普通に怖いっす。もう絶対これ夢に見るやつだから見ないとこ。もう火炎放射使ってから見るわ。え、しかも入るんじゃなくてこう出てくる系なんだ。もう完全に怪人やん。怪人じゃない、いや中国じゃないんだけど、古のそのなんか宋とかあるじゃん。宋とかでもないけど、もっと昔、何の漫画だったんだろう。なんかよくわかんないけど読んじゃったんだよな。なんか怖いと思うから言わないですけど、どういう内容だったかは。マジであれ結構トラウマ。すっごいメンチ切られてんじゃん。なんでメンチ切るってメンチなんでしょうね。どういう意味なんだろう。
おしゃれ。いや、そう、チェスで着るようになりたい。なんかおしゃれじゃない？安直。安直すぎる。チェスで着るのってなんかおしゃれよな。それでみんな殺しちゃうのか、イレブンちゃん。ね、このおやおやお兄さんは本当何者なの？怖い。え、でもこのおやおやお兄さんは死んじゃうわけですよね、もう確定で。こんな人いなかったもんね、現代に。悲しすぎる。あ、やっぱおやおやお兄さんだったの？罰受けてたの。怖いわ。信じたいけどさ、おやおや兄さんのことは。でもさ、逃げれてないってもんね、結局。私は信じたいですけどね、彼のことは。だがしかし現実問題、何をやったかって言ったら、みんな殺しちゃう以上なので、多分逃げれないんでしょうね。てか、ジュッてされてたのに、こんな平気で入れるのがすごすぎる。何このめっちゃ楽しそうな、水で固まるアクアビーズの、すごい高級版みたいなやつ。なに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 ？てかマックスちゃんの聴取終わっちゃうんじゃない？そろそろ。もっとあるだろう、言うこと。もっとあるだろう、肺以外に。肺以外にあるだろう、もっと。待って、S ってさ、こうやって書くの？え、今こうやって書いた？そんなことないか。
かわいいロビンちゃん、この子天才。確かになんで？うわ、バレるんじゃない？そろそろバレるんじゃない？手ごわい子です。かわいい。どうも。あー、バレちゃう、バレちゃうよ。え、逃げたやん。わかりましたからおやすみなさいませ。あ、お母さんちょっとまともになった服。エアロビみたいな服着てたのに一時期。ね、このコウモリみたいなやつめっちゃすごいわ。気持ち悪い。何？すごい形のコマ。男の子だったの？こんばんは。はい。分かんなかった。英語が。
うわ、対面させちゃう？おお、そういうことね。あー、でもこれをやったことによってさ、おやおや、お兄さんは罰を受けるってことだよね。全然わかんない、調べよう。インドネシア語なんだ、すげえ。最近の翻訳ってすごい。どうもありがとうございます。囚われとる、悲しい。約束のネバーランドみたいなことやってくるじゃん。普通に引いてきた、パパに。本当にもともと引いてたけど余計に。どうもありがとうございます。多分褒めてくれるの、出るのはめっちゃわかる。やばい、なんか不穏になっちゃった。おやおやお兄さん、不穏フラグ立ってしまった。なんか変な助け合いみたいな感じで。信じてたのに、ちょっと不穏になってきましたよ。まあでも結局脱出できてないから、うわ絶対死ぬ、もう絶対死ぬ。この人なんだっけ、アダムとイブみたいな名前の人、密告の人、もう絶対ホッパ以外死ぬ。なんで前線をホッパーが行かないねん。どうするのこの後。エンゾ、あ、そんな名前だ。そんなー。
なチャカチャカやってたからだよ。あんなカチャカチャやるからよ。でも多分先につけちゃったらさ、あれなんだよ、バレちゃうから中止させられちゃうんじゃない。マジで強いじゃん。うわ、これ後ろからバンとかされない？本当に不安。え、絶対これでピンチになってさ、お前生きろって言ってさ、この人がさ、一人で死ぬパターンでしょ。最後ギリギリあの人が開けれるけど、なんだっけ、アダムとイブじゃなくて。エンゾ。もうごめん、なんか先に言うことで今、恐怖を。さすが黒帯。ちょっと恐怖を分散させる。もう多分これはギリギリのところで扉が開くんだけど、このホッパーは生き延びるけど、この人が「お前は生きろ、託したぞ」みたいな、なんか、あ、イレブンエルと仲良くなみたいな感じのことを言って死ぬ多分。すごすぎる、強すぎる、さすがに。
ダメだ、もうずっと怖いね、本当に。もうめちゃくちゃ無茶なさ、怖い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 、普通に怖い、何怖い、やだえ、怖い怖い、会えてた、いい音楽。戻った、キッズに。なんかすごいスペックみたいになってる、コウモリの数が。スペックのケツもこんなんだった気がする。最後え、どういうこと？あ、びっくりした。キッズよね。ダスティン。どうやって出るんだろう、あれ。不思議な世界。え、絶対痛い、絶対痛い、絶対痛い、あ、何がどうなったの今見てなかったけど、痛すぎて。あー、もうここで目的が叶ったよ的な。いや、大事、やっぱ信じられる人。
君も能力持ち？この人に習ったってことか。じゃあこのこれも。ああ、それでこの人だけ捕まっちゃう、死んじゃうってこと？わーん、すごい。すごーい。アブラカタブラ？かわいい。すごい、なんかすごい、すごい、かわいい。語彙力がすごくなってしまった。え、何そのなんか変な不穏、二人取り残されそうみたいな。本当にやめて。いや、まあさすがにみんな助かるよね。え、怖い怖い怖い、めっちゃ不穏じゃない、なんか、うわ、不穏でしかない、怖い。なんで最後にした？お願いだよ。そっち？そっちかーい。え、スティーブは？あ、そこでね。でもここでもうナンシーの罪を全てこう制裁させる。え、バーバラちゃんってわけではないですよね。
見たから違うんですもんね。復讐劇なのかなと思ったけど違うもんね、いたもんね。どういう状況？え、マジでどういう状況？意味が分かりません。あー、ワンがやったってことか、すべての。こんなところ最初からなかった方が良かったんだわみたいなタイプね。でそれで、え、なんででもパパだけさやりきれなかったの？あ、あなたじゃないです。パパこそ一番、でもパパは一番力ないのにさ。え、じゃあワン生きてるってこと？あ、いたいたいた。あ、取り憑かれちゃってるの。あ、これがもしかしてデモゴルゴンの初期ですよみたいな。ご先祖様ね。ちゃうか。でもこっからパパ目覚めますよね。ちっちゃい子になってる、もしかして。あ、ちっちゃくなってる。イレブンちゃん、こんばんは。ね、ワンがベクナの、あー、人間型。え、こっからどうやってさ、ワンが倒れてパパ起き上がるの？ナンシーちゃんの好きな歌ないもんね。あるのかな？描写されましたっけ？ナンシーがルンルンで音楽聴いてるシーン。あ、してたよね。なんかさ、なんか飾ってたよね、ポスター。誰だっけ、なんかトムクルーズだ。ダメだ、歌じゃなかった。え、トムクルーズってもしかして歌手もやってる？もしかしてだけど、トムクルーズって歌手もやってる？マックスちゃんと同じ場所でしょ、だって。やってないか。え、トム・クルーズぐらいしかなかったよね、描写だって。
気に入りソングの。このあの少年とワンが同一人物ってこと？なるほどね。じゃあ、あの家族を襲ったのは当人だったと。まつげ長っ。え、つけまつげしてる？この息子マジでまつげ長すぎないか？まつげやばすぎるよねこの子。うらやましい。雲が好きだからシーズン2は雲の見た目をしてたってこと？え、なんか まつげすごい本当に羨ましい。なんかワンのさ、このなんか全てを壊さなきゃ結局意味がないっていうのはすごくよくわかるんですけど、ちょっとこの1分1秒1時間が辛いっていうのはちょっと意味が分かんなかったわ。開いて。なんでそんな狂っちまったんだ。嘘だった。何してたっていうの？え？
母と父は何をやってたの？悪いこと。こんばんは。そっからパパに育てられたんだ。やばすぎるパパ。逆に2位からさ、その他の皆様は フォースと共に、何にも知らないけど、でもこっからなんでこんなさ、ホーキンスばっかこういっぱい狙うようになったの？この人。パパとママの子供ってことじゃないの？イレブンって。そういうことじゃなくて、パパとママの子供ってか、パパとあの精神病になっちゃった女の人の子供ってことじゃないの？あ、ホーキンス全体を憎んでるってこと？でも本当にさ、突発的にさ、偶然できるんかな、この超能力を持った子供っていうのは。すごい。1番と11番の戦い。あ、ここであの円から動かないゲームが効いてくるという。強い。1番、さすが1番。
なんでベクナー、じゃあ、バーバラちゃんは何に殺されたの？あれは、マインドフレイヤーの鶴みたいなやつに殺されたってこと？ベクナの殺し方が、ポキポキポキなのは分かったんですけど。やっぱウィル君がなんであんな選ばれた子なのかもよくわからないし。でもウィル君だけじゃないか、なんか体内に黒いのが入ったのって。なんかそこの差があんまりよく分かってないですね。ベクナとなんか黒い影とバーバラちゃんを殺したのは何なのかがあんまよく分かってない。すごい。これがゲートを発生した理由？でもこっからどうやって何をしたにつながるの？あ、これで落とされて後ろ側にベクナになりましたよという。なるほど。どうやって鏡復活したんだろう。ハリーポッター味を感じますね。すごーい。どうやってるの？ダース・ベイダー。あ、そうなんだ。終わっちまったー。終わっちまったよー。かゆいよー。気になるね、続き。やばいねこれ。さすがにもう0時越してしまったので見れないんですけど。マジで。でも全然なんかやっぱだからそのなんか敵が一貫性がないところが意味が分かってない。なんかデモゴルゴンはなんか手下だった、ベクナの手下なのはよく分かったんですけど、どういうこと。シーズン1の敵ってだってなんかこう、シーズン1の敵はデモゴルゴンと黒い影だったんでしょ。違うか。シーズン1はデモゴルゴンで、シーズン2が黒い影で、シーズン3が黒い影が実体を持ったもの。だからな、黒い影と実体を持ったものが何なんだっていう。じゃあバーバラちゃんはデモゴルゴンに食われたってこと？ん？でもさ、バーバラちゃんだって向こうの世界でさ形残ってるってことはさ、なんか鶴にさ栄養素吸われたってことだよね多分。全然よく分かってない。なんか難しいっすね。マインドフレイヤーが黒い影で
あの鶴は何じゃ？鶴は鶴なの？鶴はまたなんか違う生物？鶴っぽいのに引きずり込まれて鶴に栄養素を取られたってやつ。あのホッパーが死にかけた時、鶴の中探検しに行って死にかけたのと一緒の理由ですよね多分。あれ？だから、あ、マインドフレイヤーの手下がデモゴルゴン。え、じゃあマインドフレイヤー一派と、マインドフレイヤー手下にデモゴルゴンと鶴で、その一派に、マインドフレイヤー一派がその3体で、で、ベクナだよね。で、ベクナの手下が、あの、吸血するコウモリ。え、じゃあやっぱ分裂、派閥ありますよね。裏の世界には裏の世界なりの。え、そういうこと？うん、意味がわかりませんね。そしてなんで本当に、でもゲートはなんだっけ、亡くなった人の感情があるところで開くみたいな感じだよね。だからなんでウィル君家が開くのって、それだけがちょっと謎マジで。でも向こうに引きずり込まれてたからってこと？え、なんか私さ、本当にシーズン1のさ1話のさ記憶がなさすぎてさ、ウィル君がどこから追われてたのかが全然覚えてない。え、でもなんか家帰ってきて、あれ家帰ってこないっけ、家帰ってきてなんか電気パチ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 してて、なんだって追ってたらなんかやばいぞってなって小屋に逃げ込んでこうやってやったけど、引きずり込まれたの鶴に。え、ダメだ、全然覚えてない。もうダメだ、ちゃんと見なきゃですね、こういうのって。本当にシーズン1の1話をいかに見ていないかがちょっとわかりますね、ここで。難しい、よくわかんない。思った。だからさ、誰か死んだのかなとか思ったけどさ、でもさ別に誰も死んでないよね、ウィル君ちって。お父さんは普通に別居しただけだし。難しい、何が何なのてか本当にウィル君ちに、なんでがウィル君ちがなんでゲート開いたのかだけが一番謎。もうそれ以外はそのなんか裏の世界でもマインドフレイヤー派とベクナ派がいるっていうのはなんとなく分かったんで。え、でもベクナがさ、あ、でもあ、そっか、あれはあれか、吸血鬼が、吸血のコウモリが教えてましたもんね、こっちだよって。とりあえずナンシーちゃんとなんだっけ、スティーブがどうなるのか気になりますね。最初は研究所の近くの森に偶然できてたのに、ん？偶然できてた？ん？ああ、確かに畑になんかできてた。え、でもあれはなんかさ、え、あ、そっか、できてたのか、あれなんか。でもあれ薬物、薬なんか廃棄物不法投棄みたいなあんまよく分かってないです。なんかすごい、これ明かされるのかな、そこら辺までちゃんと。まあ、また明日ですね。あとついに2話になりましたが、なんと最終話は150分ということで、今までの70何分の6話までの話が 2回分なので、ほぼ残り3話と言ってもいいような気もしますが。あ、ウィル君失踪した、あ、でもウィル君失踪した日か、確かに。あ、確かに、なんか怒ってた。え、それはある、マイクの家、そうだよね。もう自転車はあるんだよね。え、自転車ってでももともとあったんだっけ、なんかあんま覚えてないや。
れよ。まあとりあえずあと2話見ましょう。見てから考えよう。とりあえずマックスちゃんは生き残りそうなので良かったです。とってももう一時期もうああもうこれ今回やっぱキッズ一人ぐらい死ぬのかなと思って覚悟してたけど全然死ななかったね。そのあの後2話までの1人1話1人法則から3話以降全然死ななくて助かります。でもさこれ何が怖いってさ、何が怖いってシーズン4じゃ終わらないってところが一番怖い。こんばんは。でもちょっと見終わっちゃった。怖いよ。でも絶対シーズン4に行く前に一人ぐらい死ぬよね。死なないかな、どうなんだろう。あ、伏線回収するんだ。楽しみ。なんかすっきりしたい。もうこういうのダメなんだよね。すぐネタバレを見たくなっちゃうの。もう先にネタバレ見てからこう見たくなっちゃうの。こういう系はダメなんですよね。なんか映画とか今から見に行く映画とかだったらもう今見ようって思うんだけど、こういう一気見系で今から見るのとかだともうネタバレ知ってからでいいやって思っちゃう。ここら辺までは楽しく見るんだけど、もういい、早く知りたいと思って答えを教えてって思っちゃう。ここら辺まで来るとあここであの伏線回収がされるんだみたいな感じのを後々知りたくなるからもう全部教えてって思っちゃう。早く知りたい。すべての答えを。すべての答えを先に知ってからみたい。もう。あと2話でどこまでわかるんだろうな。ネットフリックスもコナンあるの？今って。この世であなたの相棒。あ、でもシーズン3までしかないよってやつか。シーズン1のですね、おすすめ話はですね、コナンくんの。あ、私6月の花嫁殺人事件は割と好きです。あとはね、私やっぱ探偵団が好きだから大都会暗号マップ事件も好きだった。でもきっと多分コナンファンであるんだったらばピアノソナタ月光殺人事件を言わなきゃだけど、私は別にそんな好きじゃない。ピアノソナタ月光殺人事件でもコナンファンはみんな好き。なぜかとか言って、いや面白いけどね、面白いし大事な話なんだけど、コナンにおいてめちゃくちゃ大事な話だけど、私はそんなに別にめっちゃ好きではない。嫌いじゃないけど普通に好きくらい。コナンにとって意味がある
意味があるとか、まあ、意味があるっていうか、なんか大事な記憶に残ってる、コナンの記憶に残ってる事件なので大切なんですけど、そう、そんな感じ。あーでもさすがにシーズン2になったら、なんか覚えてない殺人事件もあるわ。もう、あ、この話なんだっけみたいな。あー、これ91話はよくカラオケで流れるやつ。図書館の館長ね、面白いっていうか、なんか絵力が強い、あれは面白いっていうか絵力が強い、あれ。私だから図書館だったらあれの方が好き、あのランちゃんと新一が、あのめっちゃ学校サボってめっちゃやってるやつ、カバンの財布のやつ。あれネタバレをしないように紹介するの難しい、あの事件なんて名前だっけな。でまたシーズン2のね、最初のね、江戸川コナンの誘拐事件は面白いです。43話なんかちょっとコナンを何話か見てから見た方がいいけど、43話は。最初に見るもんではない、43話は。すごい、ジャンルミステリーサスペンス、この作品はスリリング、すごくない？ショックはないけど。エキサイティングしかなかったと、ショックはなかったですね。それでは本日はここらで終わりましょう。あ、今来てくれたみんなごめんね。本日はこの辺で終わりたいと思います。皆様お付き合いいただきありがとうございました。明日は、今日が何話だっけ、6話7話どっちだ、あ、7話まで見たので明日8話です。ということで、それではエンディングに行きたいと思います。はい、1つ目、私がギフト教えてと言ったら皆さんはお姉さんとコメント欄で言ってください。スペシャルギフトをくださった方のお名前は私その場で読まないんですけど、今この時間にまとめて読ませていただきたいなと思いますので、私がギフト教えてと言ったら皆さんはお姉さんと言ってください。それでは行きたいと思います。せーの、ギフト教えてお姉さん。恋はスリルショックサスペンス、見えない力頼りに心の扉閉ざさずに強く強く、ドゥルルルルル、ありがとうございます皆様。ドゥルル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 ルチャンチャン、トゥルル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 
笑っていこうさん、ラーメンマンさん、考えなしさん、しみたさん、タルタルソースさん、レソナさん、ハイキーさん、空の音さん、イッサさん、ジンゴマさん、マーチンさん、タカスミさん、アサッコさん、アスソノさん、サツキナナツキさん、肉球さん、レイお母さん、ノイラーテムさん、ミントさん、YKO さん、青山さん、ミッドナイトパーティーさん、ユキポンさん、横浜のノーリーさん、マブーフさん、フタバさん、ヨーコさん、皆様ありがとうございます。 Thank you so much。 続きましてスクショタイムです。スクショタイムは私が目をつむって適当なタイミングで目をパッと開きます。その瞬間に一番上にあったコメントのリクエストに答えてスクショタイムのポーズを取っていきたいなと思いますので、何かスクショタイムにやってほしいポーズのリクエストがある方は今コメント欄にお書きください。どうぞ。ダンダン、私が感じていた、ドゥルル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 かもしれなかった。はい、何に心を抱いてた。折り紙サークル。折り紙サークルってどんなんなんだろう。実態を知らないからな。何に心をダララ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 。折り紙サークル意外と踊れるもんだな。コナンパラパラ合ってんのか分かんないけど、社会人でもあるらしいよ折り紙サークル。この小さな夢。すごーい、折り紙で女子高生折ってる、すごい。何にしよう。テレビチャンピオンの優勝作品とかないのかな。テレビチャンピオン折り紙。竜のゆりかご。めっちゃ難しいわ。なんかこんなんだわ。なんかでもこんなにすごい折り紙サークルじゃないところもあるんだよな多分。なんかさ、ごめん、みんなに嘘ついた。多分こんなにすごい折り紙サークルじゃないところもたくさんある。でも調べたらすごいのしか出てこないけど、多分もうちょっとある他にも。なんか普通にただただ折り紙楽しむサークルみたいなあるけど、もう何も思い浮かばないから竜のゆりかご。これどうやったらいいの。これなんかもう最近難しいお題多くない。なんか私どうやってやってた今までスクショタイムのこういうなんかポーズ。
竜のゆりかご。なんかもうみんなももうネタ尽きたんでしょ。だからこういうなんか抽象的なお題になってくんでしょ、どんどん。でもなんか竜に見えてきた。そなんかちょっとこうずっと見てたら、竜の檻かごで調べてください。檻かご、ゆりかご、ゆりかごで調べてください。皆さん、私がなんでこのポーズをしてるのかわかりますので、皆さん竜のゆりかごです。はい、まあ以上です。なんかよくわかんないけど以上です。はい、男女読みます。よいしょ。なんかもう本当になんでこんなにタブが増えちゃったんだろう、ショールームさん。読みますね、男女。13位、ようこさん、ありがとうございます。12位、あさっこさん、ありがとうございます。11位、まつりさん、ありがとうございます。嬉しい、いつもいない方嬉しいですね、入ってくださると。10位、マーチンさん、ありがとうございます。9位、ダメだ、前髪気になっちゃう。9位、ラーメンマンさん、ありがとうございます。よいしょ。続きまして8位、ジョーさん、ありがとうございます。続きまして7位、ミッドナイトパーティーさん、ありがとうございます。続きまして6位、さつきななつきさん、ありがとうございます。続きまして5位、タルタルソースさん、ありがとうございます。続きまして4位、ノイラーテムさん、ありがとうございます。続きまして3位、ハイキーさん、ありがとうございます。続きまして2位、レソナさん、ありがとうございます。最後に第1位、考えなしさん、ありがとうございます。私読めてた？なんか私なんかダメなんだよ、壇上読んでくるとさ、クラクラしてくる頭、なんかこう右左って読むから合ってたかな。なんかいつもね、ミスっちゃうんだよね。ミスってはないけど、ミスりそうになっちゃう。合ってなかったら教えてください。違いますよって。大丈夫かな。よし、じゃあ最後に合唱して終わりたいと思います。視聴、コメント、星、ギフト、すべてに対して私が最後に感謝の気持ちを込めて感謝ですって言います。そしたら皆さんはそれに続いて合唱って言ってください。あ、ストレンジャーシングスもう見てない、危ない。はい、これはもうそういうものなので、なんか特に意味とか考えずにぜひ言って帰ってください。一番最初に合唱って言ってくださった方と、100番目とどめの合唱をしてくださったお二方のお名前をここら辺にドンと出して表彰させていただきますので、ぜひ1番と100番を狙って合唱って言って帰ってください。はい、もう言ってくれてる方も多数ですけども、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。明日はなんだっけ、明日は 8話を見ていきたいと思います。また同じぐらいかなと思います。9時とか10時とか11時とかそんぐらいかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。感謝です。ドゥドゥン。トゥルル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 ル。あー、髪切りに行かなきゃいけない、絶対に。あ、やばい、終わっちゃう。はい、1番マーチンさん、とどめジョーさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。取れました。マーチンさんとジョーさん、おめでとうございます。
そして合唱って言ってくださった皆さんもありがとうございました。本日もありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。それでは皆様おやすみなさいませ。また明日。 Good night. バイバーイ。